千葉さんですね、はい、千葉優志と言います。お願いします。文字数を即答するっていうのは、はい、どういう感じでやるんですか。例えばなんですけど、うん、オードリーって5文字じゃないですか。おー、棒も入れて。棒も入れます。あ、なるほど、うん、例えば北海道だと小さいつも入れて6なんですよ、うん、そうだね、うん、っていうのがもうパッと言えます。へえ、言われたらちょっとじゃあ行ってみますか。そうよ、愛知県名古屋市9。あ、ほんとだ。でしょ、でしょ。いや、そうなんですよ、マジなんです。すごいね、すごくない？すごいね。じゃあね、行くよ。いや、なんでわかんの。パプアニューギニア9。え、9ですって。あ、本当だ。え、なんでできんの。いや、わかんないです。気持ち悪いですもん。自分でできたんで訓練したんじゃない。してない、してないです。いつから。これは多分 4,5 年ぐらい前にすごいってことが発覚したんですよ。なんで気づいたのそれ。なんか周りでお友達と行った時に、なんか暇すぎたんで特技を出そうってなって、ふざけたつもりで言ったんです、これ。そんなすごいって言われないだろうなと。そう、いや、ふざけんなさい、誰でもできるだろうって言われると思ったら、こうなっちゃって。いや、すごいよ、これ。地名以外でもいけるってこと。そうですね、地名以外でも。じゃあ、はい、アンジェリーナ・ジョリン11。こっちが分かんないもん。すいません。おお、じゃあね、ランボー怒りのアフガン12。本当だ。その棒がさ、ちゃんと入ってるのがすごいよね。棒は入れたくなるんですよね。え、これさ、はい、何文字数ぐらいまで即答できるの。多分、20前後だったら ある程度はなんですよ。東京都杉並区阿佐ヶ谷南18ですね。東京都杉並区阿佐ヶ谷南18だ。本当だ。すごい。ほら、え、18、え、なんだ。だってこう数える方が時間かかる。そうですよね。すごいね。あと好きな歌のワンフレーズとかでも。へえ。じゃあ行きましょう。はい。ガス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 が9。あ、これ11ですね。最初のカス入れたら11です。カス、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 ガス。すごいね。